本さんは、せーの、ドン。はい、おはようございます。はい、それでは自己紹介お願いします。ラブデジョブのストロベリー構成です。よいしょ。はい、ギャラクシーシグマヒバイキョウです。お願いします。よいしょ。ハートのキラ一緒です。よいしょ。クラブハートのパーティーシンです。よいしょ。今回の企画は、歌舞伎町に来て分かったこと。ということで、一応視聴者さんからお悩みが届きました。じゃあまず読みますね。いつも楽しく YouTube を拝見しています。都内での就職が決まり、来年新宿付近に引っ越すことが決まりました。ホストさんの YouTube で見ていて、いつか行ってみたいと思っていたので、ホスト遊びをしてみようと考えています。しかし、ホストさんというより歌舞伎町に怖いイメージがあり不安です。ここ最近かなり治安が良くなったとも聞きますが、歌舞伎町で遊ぶ上で気をつけるべき点や歌舞伎町の楽しみ方を教えてほしいです、ということですね。やっぱイメージ悪いんだね。で、まあ皆さんやっぱ普段歌舞伎町にいらっしゃいますと。しおくんは今来て4ヶ月4ヶ月ぐらい。何年ぐらいですか、歌舞伎？6年ぐらい。おお。僕もホスト自体はそんなないですけど、バーテンやったんで6年ぐらい。おお。3年半です。おお。じゃあまあ新しい人もいれば、ちゃんと古い人もいるということでね。歌舞伎町で遊ぶより気をつけること、黒人がいるのどうですか、通りは。区役所通り。そう。あ、区役所通り。あそこは別に今でもって言ったもんね、俺ら通ると、うん、ブロー。なんで言われるの？ブラザー。ウィブラザー。そう、ウィ。今日はごめんって言って。今日今日はってなに？今日はってなに？いや、いつも行かないんだけど。いや、行ったもんないっす、本当に。うん、なんか俺ウィってやられて、うん、そのウィが分からなかったんで、うん、俺ジャンキーだったスパー出したかわいい新しいこれいいよ、ここかわいい向こうになったら乗ってました。あ、いいじゃん、じゃあその方法で行けばいいじゃん。そうウィってやったらちょっとそう、だからうちにジャンキーのある僕あるいや、なんかこうやってやるそう、パー出したら。そう、気をつけることありますか？歌舞伎町だけじゃないかもしれないですけど、金持ちすぎない方がいいんじゃないかな。あ、なんでなんでなんで？え、使っちゃいません。あー、そういうこと。口車がうまいホストとかいるんで、うん、その時だけじゃあ、ね、3番持ってきましたみたいなのとか、ホストじゃなくてバーとかでもそうですけど、時にお金持ってたらもう絶対払うしかないじゃん。確かに財布見るからね、結構中まで見るよね。うん、私カードの色まで見るもんね。そっち側じゃん。でも見るって聞いたことある。私も友達とかにアフター行く時とかに、いや、お前3万ぐらい別のとこしまっとけみたいな、化粧ポーチなんか入れとけってみたいなことを言っちゃうかも。盗むやつとかいます？なんか聞いたことはあるよね、俺盗んだみたいな。でも大体監視カメラがついてるからバレるみたいな。この話だっていい？俺疑われたぞ。なんてことだろう。お客さんとか女の子とかじゃなくて、うん、従業員、しかも先輩で一番お世話になってた先輩に、そう、なんか金がなくなったらしくて、それを疑われたのが一番怖かったです。そんなことか。お世話になってた。お世話になってた。できるんですけど。しんさん、しんさん、しんさん浮かれてないの？今言ってて思い出したけど、指名の子だったかな、確か地方から来てて、うん、で、そんな別に関係もできてない状態で、うん、二人でいて、あんま持ち歩かないというか、その時はめっちゃ入れてたよ。20万ぐらい。めっちゃ入ってる。マジ千円札だけ残ってて基本一緒にいることが多かったから。そうやけど、でもまあ確認やん。確認。違う、俺そこのはよくアフターとかに連れてもらってたの、うん、バーに、うん、そこのとこ行ってないですよ。行ってないのに疑われてる。そういう感じやん、だってほら。いいですね。もうそれ俺のお金で買ったやつ。これだ、これ20万ぐらいです。うわー、まあ、もういいよ、時効で。うわー、これ俺からのプレゼント。いや、こっちが気持ち悪い。バーの会計とかも覚えてないの？そっから出したんちゃう、わからない。で、疑われたの。そう。で、怖かった。怖かった。なんて言ったの？いや、金取られたことも俺知らないから。そんなの翌日で急に出勤した時にお前金取ったみたいな。なんでなんで疑ったの？そう、なんでだよ。いつも言ったから。顔がなんか顔が指さす。じゃあ思い出した。でもう一個怖かったの。まだあんの？行ったか？今のうち行ったよ。本当に。よくアフター前に連れてもらうことが多くて、ということはよくヘルプにつかせてもらってたんですよ、しんさんのお客様のところに。俺しかつけないタグがあって。おー、いいじゃん。でもその子は入店の時に俺が荷物チェックしなきゃいけないんですよ。それなぜかっていうと、しんさんがちょっとでも席抜けてオンリーになった瞬間に、その子がカットするの、リスクするんですよ。おー。それを俺止めなきゃいけなくて、うん、だからもうそれを排除しとくって。そうで、入店の際にまず俺が荷物チェックしなきゃいけないんですよ。全部取ったなと思って、で、最終確認したら袖とかに入ってて、
やばいじゃん。そう、それも全部奪った上で入店さして、で、オンリーになります。でも、切るもんがないんですよ。だから、何で切るかってなった時に、ギザ銃で切ってたんですよ。全然違う。話めっちゃそれしちゃったんだけど。ちょっと鋭利なもの見つけたかったんだろうね。うん、ギザ銃で、ギザ銃でやつ。チワでは出ないのはなんか、そんな。勝ったね、10本ぐらいですよ。いや、そう、やば。その日は6本全部取ったの。え、でもここも入ってたんでしょ。そう、すごくない？歌舞伎町怖い企画でやって、シンさんのお客さん怖い企画。そうだよ。じゃあ、はい、まあ、で、実際いるのタクでリスカしちゃう女の子が席でね、タクマスクリスカ。でも、よく言うよね、なんか外でもさ、泣きながら来てくれるから、こうやってやってる、コンビニ前でやってる子ね、深夜の1時以降に。そう、シンさんのお客さん、あれだ、気をつけること。あ、そうそうそう、エメリーで刃物を持たない。遊びに来たしね。遊びに来た。あ、そうそう。で、ギザ銃。ギザ銃も持たない。それでも歌舞伎町のいいところ教えてください。あ、嬉しい。うまい。飯うまい。原始人。どう？やばい。いいお店が揃ってる。そうそう。歌舞伎町覚えちゃったら、うん、全部歌舞伎町で完結できる。飯行って、バー行ってとか、バッティングセンターとかもあるし、ゲーセンとかも、映画もあるし。新宿でいいもんね。投稿者さん、新宿住むって言ったら、そうです、多分出てこない。うん、新宿からもう出なくなっちゃうよね。新宿でだっていいもの買えるしね。うん、そうだよね、全部揃ってる。うん、いいところ。新宿のいいところですか。はい、教えてください。歌舞伎町のいいところ。僕がいます。おー、よいしょ。怖いよね。編集で俺が先ができる。いや一応一曲歌舞伎町のいいところ教えてください。僕がいます。イエーイ。やった。いや、ちゃう、盛り上がりでも分かんない。2番目って分かんない、盛り上がり。ということで、今回はね、歌舞伎町に来てこんなこともありますよということですが、どんな街ですか。じゃあ歌舞伎、一言ずつ。あー、振り幅がすごい街なんですけど、やっぱ楽しいこともめっちゃあります。おお。まあ、いい人もいれば悪い人もいる。気をつけようね。すごかった。いいよ俺もいる街です。よいしょ。はい、そして歌舞伎町どんな街ですか。俺がいる街です。よいしょ。はい、これ楽しかったわけ。ちょっと2つ狙い通りしました。ぜひ楽しい歌舞伎町に、そしてルナカンパニーに遊びに来てください。それじゃあ他の動画を見てね。バイバーイ。皆さん、ホスラジチャンネル登録してね。よろしくお願いします。